今回2度目の監督さんということになるわけなんですけれども、はい、前回と今回と、まあ、ご自身の中でのこう捉えてる部分でね、やっぱり随分違いみたいなもんってございますか？そうですね、前の時はもう開幕西も東もわからない、はい、監督を遠くから見ても自分でやった経験がないというこの差ですね、はい、非常に雲をつかむような感じだったんですけど、今度は一度やったことである程度のやり方とかですね、うん、考え方とか割合まとめやすいもんですから、うん、そうジタバタしなくてもいいんじゃないかなという気がありますけど、ただ逆に前の時はもうどんでもなれとやるだけやって悪気はしようでもうしょうがないじゃないかっていうような割り切り方はあったんですけども、今度はやはり2回目だけにうまくこう結果につなげなきゃいけないなという違いがあるもんですからね、ちょっと今回の方がいろんな意味でのプレッシャーっていうのはやっぱりかかりますね、はい、構想的にはもうだいぶ固まってますか？頭の中では考えてもやっぱりこれは机上の計算であってですね、実際に動き出したらだいぶ違ってくると思うんですね。だからかなり修正しながらいかなきゃいけないと思うんですけども、やはりどっちにしても動き出して始まらないことにはどうにもならないことだと思うんですね。ですから今こう自分で考えたことを待ちの体制でこのままで動いていくのを一回見てみようというような感じ方なんですけどね。なるほどね、はい、さて今回のユニフォーム6年ぶりということで、5年間ずっとネット裏からね、ジャイアンツをご覧になってきたと思うんですが、その5年間のまず印象をちょっと伺わせていただけますか？まあ印象っていう、負けるとやっぱり悪く見えるもんでね、優勝できないとどっか悪いとこがあるんじゃないかっていうその種を探すようなことになってしまうんですけど、いいところも随分あったんですよね。ただ悪い面だけを挙げてみますと、あんまり勝たなきゃいけない勝たなきゃいけないっていうそういう考え方が強くなりすぎて、自由に動かなかったなという点が結構あったんですね。もうガチガチになってしまったなと。それからかえって個々の技術を逆にブレーキかけちゃったんじゃないかなという面もあるんですね。こういうものがなくなれば本当の実力が出ていくんじゃないかなと思うんですね。まあ、特に去年という部分をね、やっぱり今年考えていく上では、去年というものをどうだったんだろうっていう分析をしなくてはいけないと思うんですが、まあ、去年はねあれだけの怪我人を抱えてですね、本当にやろうにもやれなかったと思うんですね。ですから、まあ、その一番怖いのは主力の怪我、まあ、なんでも怪我で力が出せないっていうのが一番困るわけで、まあ、怪我を防ぐのにもう控えめにしたんではいけないんで、思い切ってやらなきゃいけないんですけど、まあ、怪我だけはやろうと思ってやるわけじゃないんで、これはもういろんな運もつきまとってくると思うんですけどね、まあ、しかし少し細かく野球を進めていく必要があるんじゃないかなと。自分の都合だけで野球をやっても相手があることですから、やはり常に相手を見ながら相手がどう考えているか、今何をやられたら相手は嫌がるかということを常に考えながらやればですね、相手を嫌な思いをさせながらゲームを進める、これを年間通じたらかなりの相手に対する負担をかけることになりますので、こういうことも考えなきゃいけないなと。やはり点をやらないと、無駄な点は絶対にやっちゃいけないと、それはうんと防ぐ方法を考えなきゃいけないし、最後には相手よりも1点余分に取れば野球が勝てるような仕組みになってますんで、1点余分に勝とうと特に競り合いをして勝てるようになんとかやっていきたいなと。ピッチャーのやっぱり整備がまず第一条件だと思いますね。今のお話に出ましたその1点差という部分でいうと、昨年はまあその1点差が非常に弱かったというふうに言われてますけどね、1点差で負けますと優勝からだんだん遠ざかります。やはり競り勝っていけるっていうのは一番チームに力がついてきますし、相手に与えるダメージも大きいですから、こういうゲームをできるだけ競り合いになったら勝たなきゃいけないと思うんですね。それにはやはり個人を犠牲にしてでもやっぱり塁を進めるとか、1点を取ることに全力を傾けると、1点といってバカにしないと、
大きなチャンスが広がってもその中の1点なんですから、1点ずつ重ねていくという考え方をしないとですね、3点も4点もいっぺんに取ろうとしてゼロだったという結果にならないような野球をやりたいなと思います。相当今年のジャイアンツの野球はハードに、選手にとってハードになりそうですね。やっぱりしっかりやってね、もうこれだけやったんだから負けてたまるかという気持ちが生まれてこなきゃいけないと思うんですね。やっぱりそこを真剣に、まあ、ただ時間が長ければいいというもんじゃなくて、中身の濃いものをやっていけばいいんじゃないかと思います。今までやっぱりその辺がちょっと足んなかったっていう部分なんでしょうかね。いや、それなりのスケジュールを立ててですね、それなりに考えて、必ずどこのチームもどの時代の監督もコーチも一生懸命やってるに違いないんですけども、まあ野球っていうのは特にプロ野球は結果についてこないと ね何かと言われますんでね、ここは辛いところなんですけども。ただちょっと個別のことも伺いたいんですが、そのチームの構想の中で、原選手が今度レフトの方ですか、コンバートというようなこともあるんですが、そのあたりのお考え、先ほども伺いましたが、その外野の守備っていうようなこと。そうですね、原の場合はまだ足も速いし肩も強いし、ですから今外野に回して打力を生かすと、いうことを集中してもらったらいいと思うんですがね、原自身の実力をもう一つ伸ばせるんじゃないかなと思いますね。やっぱりそのあたりは原選手にかかってくるこうキャンプでのこう期待感みたいなのってずいぶん大きいものありますか。そうですね、やはり原はジャイアンツの打線の中心ですし、あるいは何かにつけての中心であってほしいわけですね。だからまた今年は一息違った形の原をぜひ見せてほしいと、まあ彼もそれなりの決意をしてくれてるようなんで、まあ本当にこれがいい結果につながってくれれば非常に嬉しいんですがね。そうしますと、まあ、当然サードは中畑選手が回ってくるんだと思うんですが。そうですね、まだまだ中畑も動けますし、体は若いですから、守備もサードはうまいですしね。でファーストに駒田を回そうと思ってます。そうすれば駒田のファーストっていうのは非常に安心して、手足も長いですし、ゴロを取るのもうまいですし、おまけに左ですしね、非常にファーストにしては有利だと思います。これで内野が相当きちっとすると思います。キャッチャーのポジションもこれ大変そうですけども、キャッチャーは大変だと思います、山倉、有田、中尾ですか、この3人、どのように今お考えになってらっしゃいますか。いや、どのようにというよりも実力優先ですから、その時に一番実力のある人を使っていくべきだと思うんですね、キャリアとかそんなものは全然問題にならないと思います。現段階ではもうゼロでみんなスタートライン一緒という、みんなスタートラインで、誰がのし上がってくるかという競争をしてほしいと思います、さて、ピッチャーの話なんですけども、一番最初の監督の時は、江川、西本、貞岡というね、3本柱がいました、もちろんその3人はいないわけですが、今回その軸として考えてらっしゃるピッチャー教えていただけますか。牧原は十分成長しましたしね、まあ、ガリクソンもいます、それから桑田もいますし、斉藤もいますし、水野もいますし、もう本当に高田も伸びてきましたし、本当たくさんいると思うんですね。ですから先発投手にはことは書かないと思うんですね。ただ去年のような香取がもし調子がストッパーとして悪い場合のことを考えておかないで失礼、まあ、最悪の場合は桑田のストッパーも考えておかなきゃいけないなということで、まあ、桑田ストッパーストッパーっていう話が随分流れましたけど、これはですね、最悪の場合は桑田のストッパーもあり得るぞというだけの話で、何も最初から桑田をストッパーにしようという結論ではないわけなんで、まあ、動き出してチームの投手のバランスを見て、先発から抑えと、あるいは中間で投げてもらう人というふうな組み立てをしたいと思うんですけどね。非常にピッチャー全体のレベルが上がってきましたので、誰をどこへ持っていってもいいんじゃないかっていうようなところまで来ましたから、この点では安心してるんですけどもね、やはりそういう中でこう危機感をみんなに持ってもらうみたいなところがあるんですか、その桑田投手のストッパーというような話になっているのは。そうですね、やっぱりね、いくら一人が20勝してもね、チームが優勝できなかったらこの20勝はいけないんです。個人だけのもんでチーム全体の喜びにはならないわけですから、
やはりこの20勝する人がたとえ15勝になってもチームが優勝した方が、はい、みんながね幸せになるんじゃないかなというような考え方をしているわけです。ですからまあみんなでコツコツと勝ち取っていこうという気持ちなんですね。今年のジャイアンツ、どういった野球を目指すとやっぱりね、この前新聞記者の人たちが非常にニコニコして聞いてくれたスルメのような野球っていうね糸井重里さんにそういうふうにね、はい、そういうような表現をしてもらって、これは嬉しいこと言ってくれたと。実にその噛めば噛むほど味があると、誰が見ても意味が分かると、面白かったなと、粘り強いなと、こんなもん目指したいと思うんですね。川上さんにはそのイカが悪きゃどうにもならんぞと言われましたけどいいイカを選んで、幸いいいイカがいっぱいいるんでね、はい、そういう人たちで本当にいい味の野球をしたいなと思いますね。今日のこのテレビも数多くのジャイアンツファンの皆さんがねご覧になっていると思います、はい、昨年はこう非常に辛いシーズンだったと思うんですね、皆さんね。そうだと思います。僕自身もやはり外から見てて本当に悔しい思いしました。これだけ一生懸命になったのになんでうまく結果につながらないんだというね、もうじれったい気持ちがありましたんでねそれをなんとか悔しい思いを皆さんに味わわせないように、いつもニコニコ、巨人ファンだけニコニコ世の中を、歩けるようなことにしたいなと思いますけどね。もうその期待を十分大丈夫ですね。なんとかもう本当に必死になって頑張ったらうまくいくんじゃないかなと思います。期待してますね。頑張ってください、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。8回目を迎えたジャイアンツグアムキャンプ、その注目選手は何といっても原辰徳、新外野手です。藤田新監督は派遣奪回の最大のテーマとするのが徹底した守りの野球。そのため三遊間守備強化のため原選手の外野、中畑選手の三塁を断行しました。2年連続の3割30本塁打の成績を残しながら4番打者としての評価は低い原選手にとって、このコンバートが飛躍へのステップとなるかが今年ジャイアンツが派遣奪回できるかの大きなポイントとなりそうです。まあ、僕の場合多分レフトっていう形になると思うんでね、その守備範囲っていうものをきっちりこう自分の庭っていうんですかね、それを早く作りたいですね。とにかく目いっぱいやってね、一生懸命やってるなっていう姿をね、それだけ最初見せようと思います、はい、どうしても守備ということでね、はい、そちらの方に神経がいっちゃって、なかなかバッティングっていうのは、今回は集中できないんじゃないかなと周りから見てると思うんですが、そんなことないですよ。あんまり守備はね、守備よりバッティングのこと考えてますよ、守備は、受けてね、体で覚えると、で、重点的にはバッティングをとは思ってるんですけどね、年頭の抱負に原選手は無心という言葉を選びました。4番打者として、そしてチームリーダーとして、今年ほど原選手への注目期待が大きい年はありません。そんな彼にとって周りの雑音に影響されることなく、どれだけ無心に野球に取り組むことができるか、今年原選手キャンプ最大目標のように思われます。サードに未練ないですか？ないですよ。あるなんて言ったら監督に怒られるんですよ。